や先生聞きました？何でしょう？パリ・サンジェルマンのですね出たパリ、ユニフォームがね売れてるらしいじゃないですか。いやそうでしょうね。でなんかね、デザインになんかマイケル・ジョーダンのなんか入ってんの知ってます？パリってナイキだから、ナイキのブランドのなんかこう PB みたいな、うんうん、その中にそのなんだっけジャンプマンだっけ、なんかそのジョーダンのマークが入ってんですよ、パリ・サンジェルマンのユニフォームに。なんとですね、今回のメッシの移籍によってですね、ユニフォームがめっちゃ売れて、その 5% 高がマイケル・ジョーダンに入るらしいんですよ。すごくないですか？すげえ。めっちゃ儲かってるらしいですよ、だから。やば。ウハウハですよ。今、ネットフリックスですげえ話題になって、まあ、ちょっと前か、マイケル・ジョーダンラストダンスっていうのがすげえ面白いんですよ。まあ、80年、90年代の、それで最後の方の、なんか、マイケル・ジョーダンの、あれを言ったら、いや、まだ踊っとるがない言うて。そんな儲かってんねやったら。ちょっとあんま綺麗じゃなかったですかね。いや、こうでも。いや、そうなんだって。ねえ。よくくらい入ってくるでしょうからね、最低限。11億って言ってましたよ。11億ぐらいもう儲かったんじゃないかなって言ってましたよ。やば。すごいことですよね。やばいですね。そんだけやっぱりユニフォームっていうのはね、儲かるんですよね。そうだね。まあ、そんなまた遺跡もね、もうまだガタガタしてますけどね、ムバッペがパリ出てね、行きたがってる、レアルに行きたがってるとか、ロナウドがね、試合出ないでどうやら移籍したいんじゃないかとかね、いろいろやってますけど、なんでそもそもね、先生、私素朴な疑問なんですけど、はい、これパーンって答えられて、お前バカだなっていう誰かに言われそうなんですけど、恥ずかしいんですけど、あえて話題としてね、なんで、試合の開幕の前に移籍のウィンドウって閉じないんですか？綺麗にパーンって決めて始めた方がさ、はい、選手名鑑もだって発売できるしさ、用意どんで始まる前にさ、そうだね、なんで開幕1節2節ぐらいまでこうできるような日程になってんですか？俺ちょっと一個思うことあるんですよ、まさ、真面目な会社で。確かに盛り上がって面白いですよ。だからそのためなのかなと思ってるんですけど、はい、だからわざとこのなんか話題作り、話題は出るじゃないですか、始まってて、はい、どこのチームが調子いい調子悪い、今滑りがいい悪いとかいう話題もとともに、移籍すんのしないの決まんの行くのとか、うん、先生のちょっと見解をちょっと聞かせて。俺ちょっと真面目に返しますよ、理由が あると思ってて、はい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 、今年もそうだし、はいはいはい、要は、その6月、7月、8月って、どこかしらで、どこかしらの大陸で、何かしらの大会がある。は？大会？要はオリンピックだったり、ユーロだったり、ワールドカップだったり。毎年？いわゆるどっか、いわゆる毎年移籍期間を、この年はここからここにして、この年はここからここにしてってことはできないから。うん。よほどなね、コロナとかみたいなことがない限りはしないから、一定のスケジュールにするためには、うん、どうせ、だいたい4年中2年は少なくともそういう大会が起こるから、なんで考えると、選手のオフの期間とかってのは、うん、そういう契約のことがあんまりやらないわけですよ、うん、完全オフだから。うん。すると、シーズンのオフってだいたい6月のね、中旬とか終わりぐらいに始まるじゃないですか、ヨーロッパって。うん。で、そこから、大会期間がありののプラス3週間のオフ期間ってことまで踏まえて考えると、結果8月ぐらいまでかかっちゃうんじゃないかっていう。自責はだって別にさ、だって彼の仕事、いや休みやんないもん、その時にオフの時には一切オフの時には やんないって。だって別にアクティブだから移籍できるわけじゃないじゃん。そうですね、休みだって移籍は別に契約できるんじゃないの。ちょっと彼らは全く仕事をしないですね、で、だからしなくても別に移籍はできるじゃん、うん、別に。だって書類とかあるじゃないですか、結局。あ、書類とかもやんない。バカンスのがあるからって。そう、バカンス行くから代理人との交渉とかもしない。ああ、そういうことなのかな。うん。へぇー。っていうので、FIFA も、夏と冬それぞれ、夏と冬ってか、とりあえず 年に2回、約3ヶ月の期間と1ヶ月の期間を設けなきゃいけないっていうのを設定してるから、それでそうなってんじゃないのかなっていうのをちょっと思いますね。先生、すごい。先生。はい。何、ちゃんと答え出してくれてんですか。わかんないけど。カフェ、もうあれ、コーヒー残ってんですよ、まだ。二口ぐらいしか飲んでないのに、これもう。可能性ってこれしかなくない？お店出ないといけなくなっちゃうの。カフェ代よっつってんの。
もうちょっとなんかさ、あっち行ったこっち行ったり、何を答え出しちゃってんの？ありえるならこれなんだろうなと思っちゃって。すごい、やっぱすごいですね。わかんないよね。ちょっとふざけるならどうですか？ふざけた場合。ふざけたら言っていいですか？ふざけたというか、はいはい、こうじゃない。私もともとやっぱメディアマンなんですよ。メディアマン、はい、そうですね。で、大変なことがあって、やっぱ開幕すると。ダゾーンの視聴数とか分かりやすいんですけど、はいはいはい、開幕節はギュンって伸びるんですよ。あー、なるほど。あ、始まったからね。うん、メディアのこの、なんていうの、ページビューっていうかさ、視聴率というか、そう話題。うんうんうん。けど、うん、第3節とか、うん、開幕節どこ行ったぐらいに数字はちゃめちゃに落ちるんです。あ、そうなの。そう。あ、まあね、だって半分のチームは負けるわけだしね。そうなんです。開幕でね。で、だってね、1勝2敗とかなったらもう優勝ないじゃんってなってくるから。だと思うんですけど。うわ、なるほど。そこで移籍の可能性を残していると、そう。まだ違うチームになれんじゃないかとか。で、そこでもう一回サッカーの中、ね、もう一回の開幕みたいなことでっていう盛り上がりのために、すげえ先生。で、まだあるんですよ、先生。はい。ふざけなさいっつって何正解を出しちゃってんの、さっきから。いや、まさにさ、これね。そうだな。もうちょい理由もあって、そのまた 2,3 週間後って何始まるか知ってますもん。うん、またサッカーにギュンってまた上がる理由あるんですよ。え？ 2,3 週間後？第5節とかそんぐらい？第5、6節ぐらいのところで何かが開幕するんです、うん。何かが開幕する。カップ戦。チャンピオン。ああ、そうか、チャンピオンズリーグ。またサッカーにまた ね熱が戻って。あ、その何？ムチを馬に打つみたいな、いいタイミングで。そんな感じはあるんじゃないっていう。その、二ムチ目が遺跡じゃのウィンドウじゃないかと。そうそうそう。三ムチ目に死んでいる。お会いそしてください、お会いそ。残って、いいんです、残って帰る。答えを出しちゃった。でも、そういうことか。ありえるかもしれない。やっぱエンターテインメントだからってこと。確かにね、今ね、なかなか決まんないねとか言って、6足記事がどうだって言っても、なんか楽しいですもんね、やっぱね。そうなんですよね。始まって、そうか、やっぱここダメだなとか、やっぱあの選手欲しいなとか、うん、あいつ出ねえな、どうしたとか、やっぱり、そう大事か。大事です。だったらじゃ、あれじゃないの、2回、3回移籍できるルールにしたよ。でも、それじゃおかしくなるもんね。あと時間かかるんじゃないですかね、各チームその編成とかスカウティングとかするの。時間かかる、うん、いやいや、でもほらウィンドウ前にすれば前から始めるわけでしょ。確かにね。もう盛り上がんねえよ、正解出てんだから。なるほどね、それが理由か。あ、今日はほら、アーリーアクセスのさ、メンバーシップの皆さんにこれ聞いていただきながらね、はい、月曜日は収録させていただいて、この裏カフェとしてはね、うん、サプアカカフェとして初めてじゃないですか。いっぱいこうコメント欄にいただいてるんでね。いや、本当そうですね。ありがとうございます。そうですね。正解見つかる笑いとか、すぐ取れるところとひろともさ、そうでないところがあって、取り損ねたところが最後まで契約がなかなかできないからということ。ああ、いや、それも、それはだって締め切りは先に置けばいいわけでしょ。だってそれは。そうですね。だ、でも、だからやっぱ交渉の余地とかもかなり残るんでしょうね。あ、いっぱいオファー来たら。ね、先生、はい、答え出てんですよ、もう。賢だな、これなかなかね、いやいやいや、疑問に持ってなかったですけどもね。確かにね。そういうことですね。で、こうあれでしょ、うん、もうすぐ終わるわ、閉まるわけでしょ、ウィンドウがね。この動画出る頃で考えると、あと、うん、1週間ちょいぐらい、ね。1週間ちょいぐらい。なんで堂安選手とか優馬選手とかそこら辺で決まってことになる、はいはい、やっぱ鈴木優馬選手ですよね、気になるのはね。気になるね。チントトロイデン、また原大地選手入りましたね。そうだ、原選手来ますね。アラベスではなく、ね、大地でね、林選手と。ちょ、大地だから、あ、大地か、大地と大地はもうあれですよ、ベルギーの人からしたら同じですよ。大地、大地どうすんだろうね。しかも同じくね、原と林ですからね。ほんとだよ。ねえ、THTH。THTH だよ。あ、TH と DH か。第一だから。そうか、そうか、そうか。ねえ。難しい、難しくなっちゃったね、これね。なんかだから、ね、あれだろうね。あだ名つけられるだろうね。なんかあるでしょうね。なんかね。
そこら辺でも橋岡くんがね、ちょっとうまくやってほしいですね。ああ、そう。確かに橋岡くんがいるから大丈夫だね。うん。明るい子がいるからね。そうなんですね。東京オリンピックで一緒にやった林さん。そして、あと、世代的に全く一緒の原君。これ、どうなるんでしょうかね。これ、いい悪いじゃなくてね。はい、うん。原選手が入ってくるでしょ。林選手も入ってきて。もう現地にいるわけじゃないですか。新都トライデンの方に。はい。きっとね。うん。そこに、ユーマ鈴木もいるわけじゃないですか。うん、言っても。うん。練習も参加してないんでしたっけ。そうですね。でもいるわけですよね。はい。ちょっと紹介みたいなことになるわけじゃないですか。あ、どうも林っす。あ、どうも原っす。っていう。鈴木です。っていう感じかね。おい、よろしくな、ガシっていう感じではないですよね。ないでしょうね。あの、鈴木です。っていう感じですよね。だからきっとそこで、いや、ちょ、いいじゃん。明るくってこう、橋岡くんがやってくれるんじゃない。あ、橋岡くんがいるから大丈夫だよね。大丈夫ですよ。あ、そうか。千葉橋岡に分配。終わっちゃうよ、橋岡くんがいるから大丈夫だって言われたら。俺のベッド使えよとか、もうやるかもしれないですね。俺乗ってた車とかもやるから、これ乗んなよ、林くんとかね。はっけー。かもしれないです。マジな話、どこ行くんですかね、鈴木優馬選手ね。どこなんでしょうかね。アンデルレヒトだっけ。でも僕は断ったんでしょ。なんかベルギーにはいない気がするんです。ベルギーはなんか断ってるって言いますよね。多分だからなんとなくですけど、うん、なんとなく約束手形来てんじゃないですか、 2,3 チームから。なるほどね、うん、キープがいるんだ。そう、いわゆる正直第2候補なんだけどって、うん、最終日までに、うん、なんかこう、そう、決まんなかったら君になるからとか、あ、そんなので期限にすれすれに決まるとかっていうのがあるんですね。あるんじゃないかなって思いますね。出れるところがいいですね。でもね、そうですね、結論的には本当そうなんですよね。そういうことですね。なるほど。あと遺跡でいうと富安選手もそうだけど、富安選手もだから同じような感じですよね。いつも富安選手の話してますね。なんかちょっとどうなるのかなみたいなね。結局1ヶ月2ヶ月経ってもほとんどこの3人決まらなかったっ、ね、富安、鎌田もそうですけど、堂安も、さらに言えばユーマも決まらずにここまで来てるっていうのはやっぱりありますからね。だ、先にね、板倉くんとかの方が決まっちゃうって状態でしたから、いや、うん、気になるね、最後の最後。そうです。うん、よく2試合ぐらい出て移籍する人もいるじゃないですか。はい、まあ当然ね、ウィンドウがそういうわけですから。そうですね。どういう感じで、だって送別会も開かれないでしょ多分。だってみんな忙しいわけだから、開幕してね、毎週毎週、ね、だから急にいなくなったりするわけでしょ。確かに、ネバーセイグッバイでしょ多分ね。確かにそうですね。事後報告みたいな感じでしょ。でもなんか、うん、まずちょっと思うのが、 This is football ですかそれは。まあそうなんだと思うんだけど、それもまた、はあ、日本からヨーロッパとかだと、はあはあ、はちゃめちゃに遠いけど、はあ、結局、あー、まあ、ヨーロッパでなんか一つの国みたいな状態になってるじゃないですか。あー、そうか、最近別にな感じか。うん、コンビニ変えたみたいな。そうだって、オランダ時代の吉田とドイツ時代の内田がね、毎週末一緒にいたとかって話とかあるじゃないですか。いやいや、まあ、いやまあそうですけど、うん、やっぱ一緒にこう同じゴールを目指してね、抱き合ったり喧嘩してたやつがね、うん、次の日なくなっちゃうんですよ。挨拶もなく。寂しいよね。あれでしょ、多分こう一斉送信でちょっと移籍することになりました。で、後で送るんでしょ、きっと。そうですね。言わないとかもあるんですもんね、きっとね。でインスタだけで言うみたいなね。あるもんね、最近だよね。俺こういう時こっち走るから、お前こっち入る感じにしようぜっつって、よし今シーズンこれでいこうなって、次の人いなかったりするんでしょ。おい昨日の練習なんだよとかってことになんないのかな。なんないのが気になるけど ね、 ね、それがサッカーすか。でもまあそうでしょうね。で全然知らんやつが来てね、でね、なんか、ポジション取られたりするんでしょ。ね、大変だよね。そん中でずっと戦っていかなきゃいけないって言うんだから、うん、大変だわ。言葉とか分かんない中でやっていかなきゃいけないですもんね。なるほどね、すごい世界ですね。その、はい、本当バカみたいな質問しますけど、そのイングランドとかで、はい、労働ビザみたいなよく言うじゃないですか。なんなんですかそれは。え、なんなんですかっていうか、なんでプレミアリーグだけ厳しいんですか。プレミア、なんかそれがあれなんでしょ、プレミアのゆえんなんじゃないですか。
違うのかな、プレミアリーグだから、そうそうそう、だからそういう、うん、あのだから本当世界最高峰のやつを集めるために、ああそういうこと、うん、とかじゃなかったっけ、実績がないといかんよってこと、そう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 、だったからなんだっけ、FIFA ランキング100位未満はそもそもいけないんですよ、うんうんうん、あ国が、うん、ああそうなの、でも確かなんかイングランドにその出生でなんか関わってるとかだったら話は別なんだけど、そう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 、労働ビザでも優秀な人は入れてあげますよってこと、そうなんですよね、だけどそれに関しても労働ビザがないとやっぱダメで、うん、だから他のところで俺はできてるやれるぞってところのちゃんと積んでから来いよっていう、ビザって何なんですか、そもそも俺パスポートというか海外にも行ったことねえよ俺は。まあ、あれだよね、俺が知りたいですよ、ビザ自体。ビザ。見たことないもん。ちょっともうバカとバカが喋ってる感じになってますけど。ねえ。ライセンスとかいう言い方の方がいいんじゃないですか、ね、確かに思いますね。なんかプレミアライセンスとかってなんか名前知っちゃえばいいのね。労働ビザっていうとなんかちょっとね、なんか複雑な感じにいつもなっちゃう。ね、ビザが。なんか分かりやすくね、なんか海外で何年、何ヶ月とか何試合やったら OK とかね。なんか移籍決まったのにビザの関係で働けませんので移籍ですみたいな、なんか、うん、どういうことっていうね。重いよね。でもまあ今回のね、ベルギーのやつで、なんか、あ、そう。三笘くんとかはね、大丈夫そうな気がしますね。ブライトン2勝してましたよ。あ、いいっすね。ブライトン3位ぐらいでしたよ。チェルシー、リバプール、ブライトンみたいになってましたよ。いいんじゃないの、ブライトン、すごい。ブライトンいいなね、あとなんか2部上がりのなんとかっていうチームがね、まあ、まだ2試合だからあれですけど、ね、まあ、シティより上にいましたよ。いや、そうね。ね。シティがね、まだあれですからね。まあ、1回ね、取ったのに敗れてしまったのが大きかったです、ね。いや、しかし、またあれですよ、先生。こんな言ってますけど、ほんわか喋ってますけど、もう、あれで殺伐としていきますよ、これ J リーグは。ここからはね、どうしてもここからはだって降格4つですもんね。これは殺伐としていきますし、そういう争いの最後までどのチームもモチベーションがある感じでしょ。そうですね、だから優勝争いにすごいこうなんていうの、下位のチームが力出してくるから、また上もね、番狂わせ起こったりとかっていうことになってくるから、ね、ACL 枠とかも面白いんじゃない。そうだよ。それでね、さらに日程も過密だし。J2 なんて面白いよ、またこれ。大変よね。大変ですよ、これ。しかもね、相模原とか、北九州とか積極補強したわけですし、なかなかね、残留権ではまだないところですけども。そこがね、ここから上がってくるって考えたら、まあ、本当にね、みんな焦ることはないかもしれないけど、ちょっとね、最後の最後までずっと戦いは続くから。伝えていきたいですね、見る側でもちょっとね。これは大変ですよ、これは。でももう3ヶ月くらいで終わりっていうね。だもうだ、あっという間ですよ、これ。いっすよ。あっという間ですよ。その間に代表戦6試合あるんだよ、まず。いや、だからその代表が何位になったねとか、ああだこうだ言ってる間、J リーグもね、もう大詰めですよっていう。そしたらもうね、寒いくなってますよね、もうね。なってるね。そしたらね。どうなっていくんでしょうかということですね。はい、終わりました。ありがとうございました。今日も分かりましたということで、うん、先生の今日も格言をこれ締めやすくていいんですよねお願いします。今日の格言よーとと可能性を無理やりありがとうございます。可能性を少しでも感じられるのであればちょっと長いな。あれば楽しく享受すべし。ありがとうございます。そういうことですよ。世の世界は、そういうことですよ。いや、今日も勉強になりました、先生。これどういう、今日の話のどういうとこからそうなったんですか。やっぱり、まず全チーム、ね、はい、残留の可能性があるっていうんであれば、最後まで楽しく応援しようっていうのが一番ですし。享受するのは我々ってことですね。そういうことです。楽しみましょうってことでね。そうです。あとは、最後の最後まで移籍市場だって、いろんな意味で諦めてはならないんじゃないかって。なるほど、ね。含めて話させていただきました。あ、なるほどね。はい。わかりました。私からも格言いいですか？あ、よろしくお願いします。よー。話を盛り上げるためには、ポポン正解を先延ばしにするべし
いやいや、ちょ、アキちゃん、あんたに言ってんだよ。素晴らしいことです、マーさん。ありがとうございまーす。ありがとうございました。また明日。こんなんでいいっすかね、これね。また明日。ね、これサブアカなんでチャンネル登録ね、ぜひしといてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ほなほなほな、ボブホーナーでございました。どうもありがとうございました。さよなら。